TPC をご覧の皆さん、こんにちは。町内のお食事処を紹介する高森おいしん坊の時間です。今回は式見茶屋さんにお伺いしました。どうぞご覧ください。こちらでお豆腐が買えますので、はい、ちょっとお豆腐買いに行ってきます。すいません、おすすめのものをいただきたいなと思ったんですけども、はい、揚げと生揚げと半々なんですよ。あ、そうなんですね。じゃあ生揚げ2枚と油揚げ2枚といただきますか。はい、ございました。じゃあ買って帰ります。本日は式見茶屋さんに伺ってます。佐伯さんにお話を伺いながら食事をしていきたいと思います。はい、今回ご用意いただいたのはこちらは、冬御膳と言いまして、はい、うちの式見茶屋のメニューが全部ついてます。そうなんですね。じゃあこれ一つで式見茶屋さんのメニューを網羅できるというか、はい、全部か完食できるということですね。はい、じゃあ大変贅沢だ、はい、定食ですよね。はい、わあ、すっごく楽しみです。一番豆腐が大好きなんです。本当に楽しみにしてきました。どれも大好きなものばっかりが並んでるので、はい、本当に早速いただきたいと思います。まず最初に温かいうちに食べてほうがいいって言われてたこのそばがきですよね。はい、こちらからじゃいただきたいと思います。そばがきというと、そば粉をですね、はい、タレで練りまして、はい、お餅みたいになりまして、うん、その上に甘い醤油をかけております。そうなんですね。そばがきも大好きです。じゃあいただきます。ほんとあったかいうちだからとろーっとしてますね。いただきます。うん、おいしい。本当お醤油が甘いので、ちょっと言うとスイーツのような感じもしなくもないですね。はい、わあ、美味しいですね。最初に食べるのにもいいかもしれないです、こういうのをですね。あ、美味しい。とっても好きな味です。ありがとうございます。はい、そばの風味がですね、ふわっと広がって本当に美味しいですね。はい、もういくらでも食べたいところなんですが、こればかりを食べていては先に進みませんので、はい、次に生揚げを。生揚げ、はい。生揚げはどういうふうにいただいたらいいですか。揚げの上に生姜を乗せていただいて、たっぷりのお醤油をかけていただいて食べてください。はい、あ、そうなんですね。はい、お醤油ですね、かけます。たっぷり、どのぐらい、このぐらい、そのぐらい、はい、あ、多すぎたかな。もうこちらのですね、生揚げはもう何度かいただいたことがあるんですけども、はい、もう大好きです。はい、嬉しいな。いただきます。生姜をですね、たっぷりのせていただきます。この味です。うん、おいしい。生揚げっていうのは、私ですね、北九州出身なんですが、はい、生揚げっていうのをこちらに来て初めて聞いたんですけども、なんかあれですかね、やはり高森とか阿蘇とかならではの揚げなんですかね。だと思いますね。あまりないですものね。そうなんですよね。厚揚げとか普通の揚げとかいうものはあったんですけども、生揚げというものがなかったので、もうこっちに来てもういつも生揚げを食べてます。はい、この何だろう、
周りのカリカリとの揚がってるのと中がですねしっとり柔らかいのでこの食感がいいんですよね。うん、ご飯もいただこう。うん、ご汁。そうでした、はい、あったかいうちにですね。そうですよね、ご汁。こちらお味噌汁じゃないんです、ご汁なんですよね。ご汁も大好きです。わあ、美味しそうですね。じゃあ早速いただきます。やっぱりもう大豆の香りがいいですね。あ、でも本当すっきりしたご汁ですね。あ、はい、あのいろんなねご汁ありますよね。ちょっととろみが強いのとか、あの粒がよくいっぱい入ってるのとかありますけど、うん、とお味噌汁に近いような感じの、でも大豆がこうしっかり味がする、そういった ご汁です。うん、美味しい。もうどれ食べても美味しいです。こちらおぼろ豆腐ですよね。もう本当贅沢すぎて、大好きなお豆腐に囲まれてお食事できるのはすごく嬉しいですね。なんかプリンみたいですよね。固める前のお豆腐ですので、ね、はい、固める前のお豆腐をこうすくってお、はい、いうことですよね。いただきます。もう口に入れたらとろっとなくなりました。うん、なんか豆乳にも近いような、豆乳が少し固まったような感じですよね。おいしい、本当においしい。自生豆腐、はい、はい、自生豆腐ですね、はい、これはお醤油やはりつけて食べる。あ、お醤油ちょっとつけた方がいいですね。あ、そうですか、はい、大根おろしもですね横に添えられてますので、はい、少しお醤油をつけていただきます。うん、卵で固めて、豆腐と卵で固めてあって、中にお野菜が入ってるんですよね。うん、甘く、あの甘めの味付けなので、はい、なんか少し、そうですね、だし巻き卵のちょっと硬いパンみたいな感じですかね。和風オムレツとも言っても良さそうな、なんかそういったようなお味ですね。では続いてご用意いただいたのがこちら、洋風にも見える珍しいお料理なんですけど、こちらは、卵とじ、卵とじ、生揚げの卵とじですかね。また私の好きな生揚げが出てきました。これをですね、これが美味しいよという噂を聞きまして、はい、いただきます。うん、親子丼みたいな味ですよね。本当に美味しい。あの生揚げもあのさっきいただいたよりもずっと柔らかくしっとりした感じになってますよね。はい、あの卵が絡んで甘くて、これあのご飯のおかずにも、ね、そうですね、はい、いいですよね。いや、美味しい。自宅でもなんか真似して作っても良さそうですね。こうやって卵をですねかけて、まあ、ちょっとね同じ味にはならないかもしれないですけども、美味しい、本当に。うん、これはあのあれですよね、あのなんだろう、お肉の代わりにじゃないですけども、ちょっと肉が控えておられる方とかそういった方にもちょうどなんかいいですよね。ちょっとお肉とはまた別ですけども、すごくボリュームがあって、豆腐はすごくヘルシーなんですけども、味付けがすごくしっかりしてますので、あのとても満足できる一品じゃないかなと思います。若い方からお年寄りまで楽しんでいただけるようなお味になってますよね。そうですね、はい、よく頼まれることじゃないですか。多いですね、多いですよね、はい、うん、これでご飯にかけてガツガツ食べたい感じがします。はい、はい、今日はあの美味しい料理ありがとうございました。はい、今
今日ですね、先ほどもご説明いただきながらお豆腐をいただいたんですけども、やはりこちらのお店は創業はどのぐらいなんでしょうか。創業はですね、25年ぐらい経ちます。そうなんですね、はい。お隣にですね、はい、直売店の豆腐を買えるところがありますよね、はいはい。あちらにも先ほどからですね、はい、何度もお客さんが見えられてましたけども、やはりお買い求めになられる方も多いですか。そうですね、あちらに行ってこちらに来られる方もおられますし。そうなんですね、はい。先ほどの方はですね、市内の方で高千穂に行かれた帰りに寄りましたっておっしゃってる方がいらっしゃったんですけども、はい、観光客の方も、あ、そうですね、お買い求めになられて、はい、県外の方もおられますね。そうですか。お豆腐だけだったら結構高森の町内の方も買いに来られますよね、はい、はい。で私も買ってくるように依頼を受けて買って帰ってるんですけども、ね、はい。でやっぱり生揚げをですね、皆さん頼まれるので、はい、はいって言って高森と言ったらやっぱりなんかお水が、そうなんですよ、綺麗ですからね、やっぱり豆腐屋さんっていう豆腐のお料理も多いのだから、そういうところからなんですかね。そうでしょうね、水が綺麗だからですね、美味しく豆腐ができます。お水にはこだわって作られてる。そうですね、まあ、こだわるというかこの辺自体が美味しいからですね。なるほど、はい、確かにそうだと思います。窓からですね見える猫岳が、やはり高森は猫岳が見えるっていうポジションはすごいですね、はいはい、人気だと思うんですけども、はい、お客様どうですか。そうですね、ここから見られると本当に猫岳大きく見れてですね、はいはい、喜んで帰られますね。よね、もうやはり観光客の方も地元の方もですね、うん、猫岳が見えるところで食事ができるというのはやっぱり嬉しいですよね。はい、本当に綺麗だ。今日はですねちょっとお天気がいまいちなのであれなんですけども、多分私前回来させていただいた時はすごい秋晴れの日だったので、とっても綺麗な猫岳が見えました。はい、番組の恒例になっててですね、はい、お願いをしていることがあるんですけども、はい、TPC を見たという方に何か特典をつけていただけたらなと思ってるんですけど。そうですね、1000円以上食べられた方に50円引きでお願いします。ありがとうございます、ね、50円引きをしていただけるということですので、1000円以上のメニューをご注文いただいた方、必ず TPC を見たというふうに言ってください。言わないと引いていただけませんのでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、最後にですね、お店の定休日と営業時間を伺ってもいいですか。はい、定休日が水曜日になります。はい、営業時間がですね11時から今の時期は5時ぐらいにはもう閉めます。はい、はい、夏の間はもう少し、はい、もうちょっと長く6時までですけどもですね。はい、わかりました。はい、今日はもう本当に私の大好きなお豆腐、大豆料理を食べられて幸せでした。どうもありがとうございました。しきみ茶屋さんは上しきみ熊野座神社へ向かう途中にあります。ご紹介いただいた冬御膳、生揚げ、本当に美味しいですね。この御膳だけでお腹いっぱいになります。全国的には厚揚げと生揚げは同じものとして認識されていますが、この辺りで食べられている生揚げは独特のもので、表面が柔らかい感じがします。隣の直売店では生揚げの他にも油揚げも購入できます。カリッと焼いて生姜醤油で食べるのが大好きです。今回も TPC のために特典をつけていただきました。1000円以上ご注文の方に50円引きのサービスをつけていただきました。ありがとうございます。では次回は高森田楽保存会にお邪魔いたします。お楽しみに。